はいどうも、つるちゃんでございます、えー。今日は6月17日、月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。えー、私は、えー、夜勤明けで先ほど帰ってまいりました。えー、今日はですね、久しぶりですね、ご一緒で行きましょう。テキストをお持ちの方、えー、313ページを見ていてください。今日は 立正暗黒論ですね。と、えー、如来滅亡、五百歳に始む漢人の本尊書ですね。この二つを読んでいきたいと思います。国土乱れんとき、まず、鬼人乱ると。鬼人乱れるがゆえに、万民乱ると。立正暗黒論。国土が 乱れようとするときにはまず基人が乱れると。基人が乱れるゆえに万民が乱れると。これは人能教に説かれていると。まあこういうことですね。続きまして。天晴れぬれば地明らかなり。ほっけを知る者は施法を植えきかと。 如来滅亡の五百歳に始む寛人の本尊書と。天が晴れれば地はおのずから明らかとなると。同様に法華経を知る者は世間の法をもおのずから得るであろうということですね。今日はそうですね。 と2つとも読んでそのままということですね。はい。えー、昨日ですね、任用試験が行われました、えー。今日の新聞にですね、問題に載っておりましたけれども、えー、昨日受けられた皆様、お疲れ様でございました、えー。答え合わせをしてですね、間違っていたところはまた復習をして、えー、再度覚え直していただけたらと。 思います。では本日の動画は以上で締めくってみたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。